はい、どうも、ふめいだよです。今回ですけれども、月末のイベントの情報になります。まあ、以前ですね、まあ、イベントの方が3月31日までだったので、月末のイベントがなくなってしまうんじゃないかなという予想をしたんですけれども、まあ、従来通りですね、やってくるというところになっております。で、そちらをね、ちょっと紹介していきたいなと思っております。で、月末のイベントの内容なんですけれども、まあ、こちらの画像を見ていただくと分かる通りですね、スコアチャレンジとなっております。はい。まあ、自分のね、ツム友の方とですね、まあ、指定されたツムで、まあ、スコアを競い合ってですね、はい。もらえると。え？もらえる？報酬がもらえるというところになっております。で、ランクがね、S から F みたいな感じであるんですけども、まあ、とりあえずこの画像を見る限りですね、まあ、対象とされている、ツムを紹介すると、今月、てか先ほど出ました、先ほど先日か、フリック、イブ、ミゲルですね。はい。で、あとは、真ん中が、イアン、で、ボーピープ、MU ランドルですね。で、右がメリダ、バーリー、レミーとなっております。はい。という感じで、まあ、この9体が対象となっております。で、イアンとバーリーはね、まだ出てないんですけれども、まあ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 、おそらく、もともとね、3月13日に、ね、予定されていた、2分の1の魔法に合わせてですね、おそらく新ツムが来ると思うんですけれども、まあ、そこに、ね、そこがまず楽しみなんですけれども、まあ、おそらくね、この真ん中がですね、まあ、ランドール、ボーピープということで、まあ、強い枠じゃないですか、どう考えても。なので、まあ、イアンに関してはやっぱり強い枠で来るんじゃないかなと思います。で、左は外れ枠で。で、右が、なんか、あれですよね。みたいな感じです。はい、きっと。なので、まあ、すいません。バーリーに関しても、まあ、おそらく左の枠の、ツムよりかは強いはずです。はい。で、遊び方をね、ちょっと見ていくんですけれども、遊び方1ですね。まあ、指定されたツム、毎ツムにして3つのグループで、スコアを競い合いましょうというところになっております。で、各グループをね、タップでランキングが見れるというところになってます。まあ、先ほど言った通りですね。まあ、A グループ、B グループ、C グループがありまして、まあ、左3つの A グループと、真ん中の3つ、右の3つということで、まあ、最大3グループに分かれて、まあ、チャレンジできるというところになっております。はい。で、まあ、こちらなんですけどね。まあ、大体ね、1000万以上出れば、ほぼ確実に S が出るかなと思います。で、この真ん中の強い枠に関しては、多分ね、1300とかいかないと、もしかしたら厳しいかもしれないです。はい。という感じですね。で、遊び方2の方をね、ちょっと見ていきたいんですけれども、まあ、ランクがね、まあ、S から F の7段階あるというところで、ハイスコアを出してランクを競い合いましょうというところになっております。で、まあ、参加者全体のスコアに応じて、まあ、1時間前にですね、まあ、ボーダーラインが変動するというところになっております。で、イベントのね、終了6時間前には、もうボーダーラインが確定して変動しなくなるということで、まあ、6時間前なので、3月31日の夕方6時ですね、まあ、そこになればですね、まあ、ボーダーラインが確定するので、まあ、そこで、そこのボーダーラインをクリアするっていうのが、まあ、最終目標となっております。まあね、ボーダーラインといえど、まあ、多分これね、まあ自分のツム友の、関係で、ボーダーがね、多分変動するかな、これって。どうなのかな、これって全対象なのか、ツム友のみだけで対象、なってるのかが、ちょっといまいちわからないんですけれども、まあ一応ね、まあボーダーラインがあるというところはね、皆さん、頭に入れておいてですね、遊んでいただきたいなと思います。で、次、遊び方、見て、3ですね、見ていきましょう。で、遊び方3なんですけれども、イベント終了後にね、ランクが確定しまして、ランクに応じてですね、まあ、ピンズがもらえるというところになっております。で、S ランクでプラチナピンズ、A ランクでゴールドピンズ、
B ランクでシルバーピンズと、B と C ランクでね、シルバーピンズとなっております。で、参加したグループのランクに応じて、アイテムがもらえるよというところになっております。はい。ということで、まあ、久しぶりですね。スコアチャレンジって結構久しぶりじゃないですか。いつぶりなんですかね。自分の記憶が正しければ、いつなんだろう。キングダムハーツの時に出てたのは記憶に新しいんですけど、なんかね、それの後に、多分、ね、その、8月とか、8月はないな、9月、10月とか、7月とか、その辺、まあちょっとわからないですけど、まあその辺でなんかね、豆の木ミッキーのね、スコア出しをね、やったイメージがあって、まあその時以来かなというところが、はい、あります。で、ちなみに、スコアチャレンジなんですけれども、意外とね、報酬が豪華なんですよ。で、それをね、紹介していくとですね、まあ、F ランクから紹介していくと、F ランクはね、報酬なし。はい。で、E ランクはレベルチケット1枚ですね。で、D ランクがレベルチケット3枚。で、C ランクがレベチケ5枚、シルバーピンズですね。で、B ランクが、アイテムセット1、レベチケ5枚、シルバーピンズという内容ですね。で、A ランクがアイテムセット2、レベルチケット5枚、ゴールドピンズというところです。で、S ランクがね、アイテムセット3、レベルチケット5枚、プラチナピンズという内容になっております。いや、これね、レベルチケがね、またもらえるということでかなりでかいですよね。まあ、最低、皆さんが、取りたいところは C ランクなんですけれども、まあ、C ランクでもピンズがもらえて、かつレベチケが5枚もらえるというところが、まあ、ちょっと、でかいんじゃないかなと思いますので、まあ最低限 C ランクは、行ってほしいなと思います。まあ S ランク行ってもアイテムチケット3のプラチナっていう違いぐらいしかないので、まあレベチ系の方がね、まあ圧倒的に、いいアイテムかなと思いますので、ぜひともとりあえず C ランクを目指してね、やっていただきたいなと思っております。はい。ということで、ごめんなさい。これでね、スコアチャレンジの、詳細ですね、説明させていただきました。まあ、A グループ、B グループ、C グループと、まあ、あるということなんですけれども、まあ、おのおのですね、また、月末のイベントが近くなったらですね、スコア出し、まあ、B グループで、もうこの3つ目で、もう3プレイ連続してですね、まあ、どんなスコアが出て、まあ、この積むが使いやすいよ、というところをね、まあ、グループごとに、ちょっと紹介していきたいと思いますので、まあ、この積むがおすすめですっていうのがね、まあ、それで言えるんじゃないかなと思いますので、まあ、その辺もね、まあ、月末、楽しみにしていてください。はい。という感じで、まあ、今回はですね、月末のイベントの情報となりました。で、まあ、いろいろね、情報出てるんですけれども、先日、紹介させていただきました、キャンペーンのお話とかですね。まあ、あとは、新ツムの、まあ、イアン・バーリーの話とか、あとは、なんだっけ、あれ、ビンゴの話。ビンゴがね、なんかもう確定らしいので、まあ、その辺の情報も、今で、動画で説明させていただいておりますので、そちらの方もね、ぜひ確認していただきたいなと思っております。で、イベントの方なんですけれども、まあ、自分全部、クリアしたので、まあ、そこの方もですね、難しいと思った、ミッションをですね、ピックアップしてですね、今、動画を投稿しております。で、そちらも、ちょっとね、イベントに苦戦してる方はですね、ぜひとも、見ていただきたいなと思っております。はい。ということでね、次回の動画は、ピックアップの予想かな。多分、フリックの、ガチャが終わったらですね、多分ピックアップガチャが来ると思いますので、まあ予想とですね、あとは3月の、スケジュールの内容が、まあほぼほぼこれで分かったんじゃないかなと思いますので、まあその辺もね、ちょっと、説明する動画をね、出していきたいと思いますので、ぜひとも、チャンネル登録、高評価、コメントの方お待ちしております。またね、次の動画でお会いしましょう。月末の方にですね、ハート交換グループの方も、またね、ゲリラで、募集したいと思いますので、その辺もね、ぜひ、チェックしてみてください。チャンネル登録しておけば、まあ、そのね、まあ、紹介、ゲリラ
募集の方も、わかると思いますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、ということで、まあ、月末のね、情報の動画となりました。以上で動画を終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。